はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。スーパー戦隊のと仮面ライダー待ち続けるのもっと編第1話でございます。遅れてすいませんでした。で、第1話なんですが、最初、オープニング曲を考えてたら、これ合うんで、それだけ撮って、そこから、さっき、あれ、スーパー戦隊の、あれとするので、ちょっとだけ歌います。駆け抜けよせ捜査、それがスーパー戦隊。ふざくざいで熱く燃やせ。信じ合える仲間たちと、心すり突入しよう。どんな時でも恐れたりしない。その上で胸に抱いて、やられそうに人を過ぐがいい。必ずラストを見守るため、純粋さこそ見せてやる。俺たちの絆、強さ。これがスーパー戦隊。熱く燃やせ。最高、最高のスーパー戦を。純粋たちの絶対を。強に、どんな日でも諦めたしない。愛のすら笑顔になめ、休めはすぐそばし、感謝涙拭うため、失意さそっちしてやる。俺たちの力、連れてくる。スーパー戦隊、レースが飛ぶ、力強せ。次、無敵のスーパーソング。見た人、誰が産んだ。俺たちは一人じゃない。ただじゃあ一度にスローでも飛んじゃい。私はそう守るため、強い人こそ見せてやる。俺たちの絆、強さ、スーパー戦隊。熱い、熱く燃えて。でしょ、最強のスーパーソング。最高のやつです。まあ、優勝者の一つ前の、今週特別企画のやつです。オープニングバックでお願いします。この話、もともとの話です。マインクラフトでスーパー戦隊と仮面ライダーの建物を作ろうっていう企画が始まったんですが、メイン企画で。それでですね、もっとなしじゃできねえって言って、もっと早えっていう企画だったんですよ。なので、今、東宝のゲームさんの作品ですが、基本は、スーパー
みたいな感じで、やってやってるっていう感じです。大体、東方機の、したり、次、大学に行って、ちなみに、2回目は普通のゲームさんのスキルでしょ。1回目はまあ整地。今してるところを整地して、2回目は倉庫みたいなの建てようと思ってます。その1回目の中で。っていう感じで、まずそこまでを、あれしてね、裏作業としてもやってるんで、どこまで進めるかわかりませんけど、まだ進んだら、2話か 1.5 話で上げる予定なので、皆さんにお楽しみにしててほしいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。で、これですが、バーラスです。言いかけたの？進んだら、スーパー戦隊とか、仮面ライダーの感想もここで撮ろうかなと思ってます。ポケモンとシンカリオンについては、ここで、同じところで喋る可能性もありますが、それは皆さんに予想してください。と、作戦がないんやと思ってます。ということで、スーパー戦隊で、マーチスクール、を終わり、スーパー戦隊と仮面ライダーで街作るを終わりたいと思います。ちなみに補足ですが、作品に一つ動画じゃなく、作品で複数動画になる場合があります。として、ちょっと、前作りかけてた、秘伝製作所とか、あれも、なんだっけ、ゼロワンシリーズとして扱いますという。ゼロワンで扱いますので。ゼロワンか、なんかのスキンでやります。ということで、引っ張ってお待ち失礼しました。ということで、お締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら。